だったかな。イタッと村、はい、皆さんごきげんよう。どうもイタッと村の村長です。今日もよろしく。いや今日はですね、久しぶりですよ、帰ってまいりました。愛知県のお家に帰ってまいりましたよ。うん、まあやっぱり落ち着きますね、一番ね。まあ実家は実家でね、やっぱりまあこうやってたまにこうやって帰ることによってね、うん、なんか昔ここコンビニやったのに潰れてんなーとか、まあね、もう僕も愛知県6年目になるんですけど、ほんまに帰るといろんな店潰れて、いろんな店新しいなってたりとか、なんかそういう変化に、まあ、時代が変わってってんねんなっていうのをね、めっちゃ感じる日々をね過ごしておりますけれども、まあ今日はね、はい、立浪監督のユニフォームをこれからですね、この総評の時にはまあ着用していこうかなというところになっております。まあ、ほんでね、今日はね、一番ねびっくりしたのは、まあ、またサヨナラ負けしたことに一番びっくりしたんですけど、まあ、久しぶりにねおばあちゃん家に行ってきたら、エアコンが壊れてると、うん、いやこの暑さの中エアコンが壊れてるとか言われて、いや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 嘘やろと思って、でまあちょっとね、そんなに長時間は滞在はしてないんですけれども、さすがに、まあ愛知県この名古屋市よりはね、まだ涼しい、いや、涼しいって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、まだエアコンがなくてもギリ、扇風機がここにあったらいけるみたいなね、暑さでございました。まあさすがに買いましたけどね、もう。うん、2日3日後には届くんじゃないでしょうか。まあ、ちょっとそれまで我慢してくれと言ってきましたけれども、皆さんおばあちゃん家に行ったらエアコンが壊れてるっていうね、こともあるかもしれません。で、まあ、ちょっと僕もね、家庭環境がそんなにあれじゃないんで裕福、全然まあ裕福じゃないんですよ。で、まあ、ほんまに昔ね、今は母親しかいないんですけど、毎回父親の方のおばあちゃんの家にも行くんですよ。まあ父親とはね、もう10年以上連絡は取ってないんですけど、まあ、おばあちゃんはほんまに昔からすごい僕のためによくしてくれたんで、まあ僕はおばあちゃん子みたいな感じでね、育ってきたんで、まあ家庭環境がまあいろいろね、あった時もあったんですけど、まあその時もほんまにいろいろと支えてくれて、まあご飯も作ってくれたりとかしてね、ほんまに今でもすごい感謝をしてるんで、まあその時のね、まあ恩返しというのが、まあ、まだまだできてませんし、まあちょっとこれからね、まあそういうのにも使っていかないといけないなというものを感じましたね。まああとは何よりね、長期連休のそういう時にね、まあ、おばあちゃん家に行って、まあそういう状態を見てくるとか、まあそういうことをやっぱりやるのってすごい大事やなと思いましたし、あんまり普段会えないんでね、まあそういう時にしか会えないんで、まあそういう時にしっかりと会える時に会っておく、人と会うっていうのは、まあすごいね、大事なことやなと実感しましたね。ゆたっとほら。まあ、ここまで行くと僕がまるでこいつめっちゃええやつやんけみたいなね、感じな動画になってしまってるんで、まあここから、賛否両論。いや、なんならまたお前は中田翔信者かとか、立浪信者かとか、まあ、わけのわからんことを言うてくる人たちがたくさんいるんですけど、まあその人たちにも、そうですけれども、まあドラゴンズファンの方に向けてのね、動画をね、こっからやっていきますよ。はい。今日はね、神宮、この1カード3連戦、結局1勝2敗という形で終わりました。で、まあ皆さんがご存知の通り、まあ高橋宏斗投手でしか勝てないだろうという、推測の中ですね、本当に高橋宏斗投手でしか勝てなかったという、この神宮3連戦でございました。で、まあ最下位転落という最悪な1日になりました。で、まあその中で、やっぱり1戦目と全くほぼほぼ同じような、
ゲーム展開で負けてしまった。まあビジターのね球場で9回以降に同点のシチュエーションを作られると基本的にねサヨナラ負けよ。で僕今年ね神宮3試合行ったんですけど、初めて僕神宮球場に行ったのが2015年で、そこからどうかな2016も行って、でまあそれ以降ねちょっと行ってなくて、ほんで久しぶりに去年石川昂弥選手が、頭部に支給をね、受けた後の試合にね行ったんですけど、まあかれこれまあ僕もねなかなかその関東の球場っていうのがね行けてないんですけど、まだ一回も神宮球場で勝利を見たことがありませんと言おうと思いましたけれども、一回ありました。そういえば一回あったわ。まあなんかあの試合も確か延長やったなと思うんですけど、なんかオンドルセク投手が荒れた試合でしたね。多分これ YouTube で検索しても出てくるんちゃうかな。まあその一勝だけかな。まあ当時はまだ確か自由席やったんかな。でチケットも1600円とかで、いや神宮安いねっていうね、感じで、まあでも皆さんすごい朝から並ばれたりとかしてましたけれども、まあでも時は経過して、まあ神宮球場ってねやっぱなかなか勝てない印象があり、でこういうサヨナラ負けの印象もあり、これは関東の甲子園かというね雰囲気が、とてつもなく漂っている球場ではございますけれども、まあなんかヤクルトのねあのチャンステーマ、あの5今年できたやつとか、あれをね流されるとなんかそのサヨナラのシチュエーションがすごい浮かんでくるんですよね。これはやっぱり甲子園の延長のチャンス襲来に似たような雰囲気がございます。でまあお前何を言いたいんやと、いうところですけれども、ユタッとフラ、やっぱあんだけねチャンス作って打てやん、いやそりゃ負けるよ。何回も言うてますけど、ノーアウト満塁なんてチャンスはやってこないんですよ基本的に。でもこのチームノーアウト満塁になっても点入らんかったりとか1点しか入らんとかそういうのが多いじゃないですか。まあこれはどこのチームもねそうなんかもしれないですけど、基本的にはやっぱりワンチャンスしかやってけへんのよ。でまあなんなら今日は藤島投手がねあそこでツーランホームランを打たれてしまった、これも最悪ですよ。最悪ですけど9回10回2回とも相手のねこれほぼミスよ、ミスでチャンスもらいました。でも打てない、高谷三振、次村松選手ファーストゴロ。今ねこうやって若い選手にどんどん切り替わってるよ。でもその若い選手がやっぱりこういうところで結果を残す、そういうバッティングをする、メンタルを鍛える、そういうことやっていかんかったらほんまにね勝てやんのよ。チャンスなんかやってけへんから。もうだからね今日見てて思いましたよ、やっぱそのチャンスの時にどういう気持ちで打席に立つか、これをまあコーチなり監督なりがやっぱりまあ経験談というか、どういう気持ちで打席に入る、まあそういうシチュエーションをどういう風に打席の中で解釈して、どういう風にメンタルを維持して打っていかなあかんか、それをやっぱり教え込めれやんかったら一生打てないんですよね。なんかあの石川昂弥選手も同点にならんぐらいのところで打ってくれたりはするんよ。いやこれはねやっぱりあのありがたいですよ、チームとしてありがたいし、やっぱ石川昂弥選手に求められてることではあるんやけど、でも今日は僕はあの木澤投手の前にね、去年ねデッドボール食らってるやん頭に、僕はあの瞬間を見てクソ腹立ちましたよ。何やってくれてんねんこいつと、ふざけんなよと、お前これで打てやんくなったらどないしてくれんねんって。で実際そうなってもだよ。でその中で克服しながら1軍行って2軍行きながら、まあそのいろんな葛藤とか石川昂弥選手自身しかわからないで、ドラゴンズの中の、まあ、監督首脳陣もそうです、まあ、井上監督も立浪監督もそうよ、で上のコーチも下のコーチもそうやけど、その人らにしかわからん苦悩って絶対あるはずやねん。それが今やっとねいい形になってきて一緒に上がってきてくれた。一回しんどくなって苦労したけど、もう一回自分の力で這い上がってきたんよ石川昂弥選手が。ずっと言ってきましたよ僕は、あの単打これを狙うバッティングだけほんまにやめてくれと。でこれを
本当にまあドラゴンズのファンのね、まあ常連の方とかで、まあいろいろ話しとったら、やっぱりまあそういう傾向が見られると。で、やっぱり首脳陣もすごい今こうやって、ね、慎重になって育ててるんちゃうんかと。そういう意見も多々出ましたよ。もうシーンは知らんで、知らんけど、石川昂弥選手自身もやっぱすごい苦しんだところがあったと思う。ほんで、今日はあの場面僕見てたらね、これカリステ打って、細川選手打って、ほんじゃ、高谷がここで一発打ったら、これ木澤から一発打ったら、これ去年のやり返しができるシチュエーションできるやんけと思って。いや、なんとかチャンス作ってほしいなと思って、思ってました。ほんじゃ、彼氏選手打ちました。ほんで、細川選手も多分初球打っちゃったんかな。ほんで、センター前に落とすヒット打ちました。いや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 、できてもたやん、みたいな。そのシチュエーションできたやんって。多分誰もが思ったんですよ、あの神宮のね。球場の雰囲気の中。高っつって。すごい歓声やったよ、あの時はね。結果的に、ライトに、いい当たりは、打ってくれました。でも、犠牲フライになった。僕は、やっぱり、石川昂弥レベルの選手。これからね、僕は、岡本和真、牧選手とか、ほんまに、チームを代表する、別格な4番バッターになれる素質。てか、なんなら僕はその二人も超えていけるような、まあ、村上選手も超えていけるようなバッターになれる素質は、めちゃくちゃ持ってると思うんですよ。石川昂弥選手はね。だから僕は単打を狙うバッティングだけ、ほんまにやめてくれと思ったんですよ。まあ、これをね、批判する。石川昂弥がこいつすげえ嫌いなんだなって、たまに皆さんコメントくれますけど、僕は彼にめちゃくちゃ期待してるんですよ。僕はなんなら石川昂弥が4番に、座る、そのチームが出来上がらんかったら、絶対強ならんなと思ってます。だから、中田翔をそうやって擁護するけど、石川昂弥はなんでそう批判すんねんと。期待してるからなんですよ。期待してない選手に批判しないでしょ。翔さんもそうなんよ、結局。なんであんだけ言われるかっていうと、こいつが、この選手がね、このドラゴンズを変えてくれやなあかんってみんな思ってたからそうなんのよ。思ってない選手に誰も何も言えへんの。それは期待してる証なんよ。それは僕は石川昂弥選手に関してもそうです。この選手が4番を打つために細川選手と石川選手でチームを支えるクリーンナップを結成するためにどういう風にやらなあかんか。それを僕は中田翔選手が教えてほしかったんですよ。二人にね。ゆたっとほら。まあいろいろ言いましたけど、まあ、僕はあの場面、やっぱり昂弥にはスリーラン打ってほしかった。初球のストレートを思いっきり踏み込んで打ってほしかったよ。ほんで、昨日僕は石川昂弥選手が試合を決めてくれると思いますと言いました。そのシチュエーションがまだ9回にも出来上がりました。満塁で2アウト。細川選手が、いやー、細川選手こういうバッティングもできるようになったんやなと。そりゃ率残るよなと。最短打狙えるよなと。そういうバッティングをしてくれました。そんな中、さあ、昂弥、お前が決めろっていうようなシチュエーションが出来上がった中、三球三振。なんでそうなってしまうんやと。まあね、打席、最終的に決めれやんかったっていうのは、結果としてそうなったらしょうがないと思います。結果的に3球三振になってしまったという打席やったと思うんですけど、でも、だからもうちょっとやっぱりなんかできやんかったのかと。石川昂弥レベルの選手になって、あそこで3球三振っていうのは、やっぱり誰が見てても何やってんねんと思うし、寂しいなと思うし、やっぱり何やってんねんこいつになるんですよね。で、僕も、まあスマホで今日中継見てましたけど、何やってんねんこいつ思いましたもん。てか、出ましたからね、口からね。はぁ、つって。またか。まあ、口ではね、終戦してると。もうクライマックス無理やと。また来年に期待しようって。言いますけど、でも、やっぱりドラゴンズの試合がやったら、見るし、やっぱり、負けてほしいななんて思わないんですよ。それはこのね、YouTube の、視聴回数、再生数を稼ぐために、人を通してね、馬鹿にして、めちゃくちゃ言ったら、そら再生数稼げて、まあね、その辺の、人生うまくいってない奴ら、おもろない奴らが、ああ、こいつ面白いな、つって、こいつネットと同じこと言うてんな、つって、そら、
それが面白いかもしれへんよ。でも僕はこのチームが買ってくれればそれでいいんですよ。僕がこの YouTube を始めたコンセプトは、まあ会長もそうなんですけど、まあドラゴンズファンでこんなに応援してる人たちがいるんですよっていうのを、それを伝えたかったんですよ。今も変わらないです、それは。勝利至上主義なんで、勝ったら何でもいいんですよ、勝てば。まあでも現実的にね、やっぱり今からクライマックスに行く、3位になるっていうのは難しいんですよ。この10年間見てきたら分かるんでね。だから普通にもう僕は来年、今の選手たちがどういう風に成長して、このチャンスで打てる、そのワンチャンスをどうものにする、そういうことを来年にね、どう生かしていくのかっていう、バッティングとかピッチャーもそうですよ、ここでどうやって踏ん張るんかと、そういうのを見ていきたいんですよ。あともうちょっとのところだと思うんですよね。もうチャンスは作れてるし、ピッチャーも今日はね、松木浦としま、オスナ選手にスリラン打たれてましたけど、まあ、やっぱあの時のね、やっぱ悔しいっていう表情は忘れやんといてほしいし、まあ、ああやってね、うわ、ほんま、っていうね、こういうような表情ができる、まあ、悔しいなって思えるっていうのは、すごいいいことやと思いますし、まあ、その気持ちをほんまにね、忘れずに、来年も頑張ってほしいなと思いますし、まあ、残りの試合もそうです。残りの試合もね、まあ、一つでも勝てるように頑張っていってほしいなと思います。だからほんまにね、あとちょっとのところだと思うんですよ。そこで打点を残せれば勝てる。そういう試合に持っていけるようになってきてると思うんですよ。だからほんまあとちょっとやと思います。ここで打てば勝てる。そのワンチャンスをものにできるスターティングメンバーに今後どういう風になっていくか。全員が全員打てるわけじゃないけど、その中で打てる確率が高い選手がどんだけ今後成長できていくか、そういうところだと思います。まあね、ちょっと長くなってしまいましたけれども、まあばあちゃんにエアコンを買ったぞという、話と、で、まあドラゴンズね、今日の振り返りをさせてもらいましたけれども、まあ、本当にこの神宮球場もね、この3連戦見てましたけど、やっぱ満員になってましたし、まあお盆っていうのもね、もちろんあると思いますけれども、やっぱ声援も、まあ、すごい、轟いてましたよ。これはね、まあそのドラゴンズファンとしてもやっぱ誇りに思いますし、まあ今後もその関東のドラゴンズファンって熱いなって皆さん言いますけど、まあ、やっぱり全国からね、この遠征してる人たちってたくさんいるんですよ。だから関東のドラゴンズファンっていうくくりじゃなくて、ドラゴンズファンってこんな熱いんやぞっていう気持ちを、まあどこの球場でもそうですけどね、示していってほしいなと思います。じゃあ今日もご視聴いただきありがとうございました。明日も暑いんでね、気をつけてください。でもない。